皆さんこんにちは、元ブログチャンネルのタカです。今日はですね、静岡県静岡市葵区の、梶原山公園というところに行きたいと思います。でこちらはですね、静岡市民の間ではもう有名な、夜景スポット、景色がいいというところで、展望がすごいいいので、早速行ってみたいと思います。今ですね、出発をする前にですね、この出発地点のその安倍川の河川敷のところにいるんですけれども、非常に天気が良くてですね、雲一つないお天気で、富士山がくっきり見えますので、今からね行くその梶原山からもね富士山が展望できますし、三保半島ですね、あと天気が良ければ伊豆半島の方まで、見える日もあるというぐらい景観のいいところなんですけれども、富士山がね綺麗なので、真正面に富士山がありますので、ちょっとそちらをねちょっとズームインして、富士山を皆さんに楽しんでいただこうかなと思います。今ちょっとズームインして寄ってますね。このように富士山がしっかりくっきり見えます。はい。で今から行く梶原山からもね、また見えますので、そこら辺をねちょっとまた梶原山の方に着いたらご案内したいと思います。はい、では行ってみたいと思います。今ズームアウトしてます。今ですね、安倍川の河川敷を出発して、ちょっとね走ったんですけれども、K2 輪とかね、原付じゃない、車バイクの場合は、その静清バイパスに乗って瀬名インターで降りるのが早いんですけれども、原付2種の場合はですね、全てバイパス乗ることができませんので、唐瀬インターで降りて、あとはその下道で、瀬名インターの方に向かっていきたいと思います。でいつもですね、駿河区から、その葵区の方にですね、山の方に行く場合は前方にある、巻ヶ谷インター、東という交差点、こちらを左折して、静清バイパスの方に乗っていきます。今前方の青信号、ここを左折ですね。そうすると、巻ヶ谷インターというそのバイパスにつながります。はい、前バイライダーが結構ね、多いですね。今日はねゴールデンウィーク、最終日5月5日ですね、子供の日ですね。はい、天気もよく、雲一つない快晴ということになってますね。で、こちらの、巻ヶ谷インターから乗って、125の原付2種が、走行することができる、唐瀬インターまで乗って、そこから下道っていう形のルートで行きたいと思います。で、今から行くですね、梶原山公園というところはですね、非常に有名なところでして、もうナビとかでもですね、もう梶原山公園ということで検索すると、多分どんなナビでも一発ヒットするぐらい有名なところですね。はい、ですので、特にね細かい道案内はなくていいと思いますので、雰囲気のいいところだけ、ちょっと映像を流していきたいと思います。で今ですね、前方にですね富士山が、真正面に富士山が、見えます。でもう天気のいい日はですね、もうこの巻ヶ谷インターに乗るとですね、結構もう富士山見ながらこういう風に走行ができますので、結構ね、気持ちがいいですね、このバイパスも。はい、でこの巻ヶ谷の次が羽鳥っていうインターになるんですけど、もうこの羽鳥を過ぎたあたりからちょっと山がありますのでね、多少この富士山がねちょっと山で隠れて見えないんですけど、またその先過ぎたらですね、また富士山が前方にずっと見えていくような感じになりますね。で今からですね、行く梶原山公園の特徴はですね、静岡市を広域で、200度ぐらいですかねの広域で、見下ろすことができるような、そういう、ビューポイントになってますので、結構静岡市民の間ではもう人気の定番スポットという形になってます。で、以前動画でご案内させていただきました八ッ原山の夜景ビューポイントとは違ってですね、もう
アクセスのそのインフォメーションがまあ結構充実しているところなので、細かいあのアクセスの仕方なんかはね、いろんなサイトなんかに載ってるので、そこはまあいらないかなというふうな形になってますね。はい。で、このままですね、その瀬名インターまで、K2 輪や車の場合は乗っていけばいいんですけど、私の場合はですね、このまま、カラセインターまでですね乗って、そして、その後はそのこの高架下バイパスの下道を通って、でカラセで左折っていう形で行きたいと思います。もう左側にね、振るとですね、こういう風に富士山が非常に綺麗ですね。今安倍川、を渡ってるところですね。はい。前なんかはね、結構ライダーが、ツーリングですね、こう仲間で何台ぐらい、 1,2,3,4,5,6,7 台ぐらいです。結構大型のバイクでツーリングですね。で、このまま、沼津富士方面を1号バイパス、走らせていきたいと思います。ではね、途中はちょっとタップして、目的近くになりましたらまた再開したいと思います。はい。今ね、走ってきましたけれども、この先ですね、125cc 以下は速道へという看板が出てきます。原付き2種の場合、降りる目印は県立総合病院、カラセインターって書いてあるので、ここをですね左折ですね。このまままっすぐ乗ってしまいますと、白バイがね結構巡回してますので、走行区分帯違反でね切符切られちゃいますんで、気をつけてください。で、私はこの、下道をですね、はい、瀬名インターの方まで向かって、走っていきたいと思います。ちょうどもうこの下道っていうのは、バイパスのすぐ下になりますので、ルート的にはですね、同じですね。ただまあ信号があるのでちょっと時間かかるっていうぐらいになります。今ね、高架下を走ってるんですけれども、まあそのバイパスの 上を乗れないので時間はかかっちゃうんですけれども、高架下のねいいところはね、結構これから暑くなってくるシーズンで、ちょっとね日陰になりますんで、ちょっと涼めますので、結構ね長い時間日当たってると暑いなっていうので、ちょっとね、避暑地じゃないですけど結構涼めるので結構気持ちいいですね。で、まっすぐ走るとですね、瀬名川という、看板、青看板出てきますけれども、まだまだこのまままっすぐ走っていきます。で、まあ、日陰で非常に気持ちいいんですけれども、おまるさんのね、一時不停止とか、まあ、原付の速度超過だとか取り締まりが非常に頻回に行われているポイントでもありますので気をつけてください。で、バイパスをですね、下ずっと走ってくると、バイパスインターの瀬名インターと合流します。まあ、ここは瀬名インターの降り口ですね。そしたらもう瀬名インターを、降りたらすぐのこちらの今矢印が出てる瀬名インターという、信号がある交差点を左折して、道なりに、ナビの案内通り進んでいくって形になりますね。まあ、そんな迷うことはないと思いますね。で、このまま左折して、まあ、これからちょっと 山の方に向かってね走っていくような形になります。まあ、今日なんかね、本当に天気がいいので、山の上からの景色が非常にクリアに見れるかなと思います。こちらはですね、県道201号線というですね、はい、このまま進んでいきたいと思います。静清バイパスのですね、瀬名インターを降りると、まあ、距離的には、3.5 キロぐらい、3キロから 3.5 キロぐらいという形になりますね。はい。で、まあ、まっすぐ行くんですけれど、まあ、あとですね、500メートルぐらい、すると、まあ、右折して、ワインディングロード、くねくね道を行くような形になります。で、まあ、道幅が非常に狭くてですね、まあ、車の場合はですね、対向とかねちょっとしづらいところもありますので、要注意ですね。バイクの場合はねそんなことないですけれども、はい。今ね、山道入ってきたんですけれども、まあ、結構ね見ての通り道幅が狭くて、
不安になる方もいらっしゃると思うんですけど、ところどころね、もう市が整備している公園になりますので、梶原山公園というの案内が出てきますので、道なりに進んでいきます。でもこの山道もですね、車の車窓からはちょっと見えないんですけど、バイクからだとですね、もう乗りながら、首をね、右左に振ると、景色の良さをね、楽しむこともできますので、この移動中もね結構楽しめますね。結構ね、もうくねくね行くんですけれども、もう道なりに一本道なのでね、対向とかそういうのを注意していただいて、進んでいくっていう形になりますね。ずっとね走っていくとちょっと不安になるところあるんですけど、こういう前方のようにですね、梶原山公園、一本松公園方面とか書いてますんで、こういう案内がですね、結構あちこちにね立ってますんでね、その辺は前回ご案内した山原山と違って、しっかりとした公園としてのインフォメーションがねあるところになります。ただ注意していただきたいのは、ご覧のようなもう道幅になりますのでね、軽自動車とかだとね、普通にすれ違いはできるんですけど、3ナンバーの車だとですね、ちょっとすれ違えるポイントがなかなか気を使うと思いますので、ギリギリ通るとは思いますけどね、ちょっとそこら辺は保証できませんので、車で来るときは要注意という形ですね。はい、ところどころこういう膨らんだすれ違いゾーンが設けられてはいますので、はい、そんな感じですね。はい、そのまま、ね、進んでいきたいと思います。一般道を降りて、この山道自体はだいたいですね、2キロ、2.5キロぐらいですかね。はい、いう感じですね。なのでそんなに長い距離をこの山道走るわけではありませんね。で、道中もですね、バイクであれば、景色を楽しみながらなので、あっという間にね、山頂着いちゃうと思います。はい。こちらがですね、一応駐輪場、駐車場という形になります。で、バイクの乗り入れはできませんので、ここからは歩いていくような形になりますね。この、遊歩道というか、そこを歩いていくような形になります。はい、今ね、バイクも降りたので、これからですね、こちらの梶原山公園、こちらに向かって、歩いていきたいと思います。はい、これより先、車両バイクを含む進入を禁止します。静岡市って書いてますので、ここからはですね、だいたい4、5分ですかね、歩いていきたいと思います。しばらくこう登ってくるとですね、前方に、3分ぐらいですかね、歩くと、前方に東屋みたいなところありますので、そこからですね、後ろを振り返るビューがもう最高で、静岡では有名なビューポイントです。昼間はね、もちろん観光客多いんですけど、夜なんかも結構夜景一望できるというところで、結構ね、カップルのデートスポットなんかでも有名なところですね。では、あそこの東屋の方まで行って、振り返ってのビューをちょっとご案内したいと思います。はい、今ですね、案内棒のところ来ましたけれども、梶原山公園から見た、展望図ということで、ここからは、富士山、佐多峠ですね、左側。で、前方、真正面に伊豆半島ですね。で、右側の方に、三保、松原、日本平なんかを見れるような形になっています。ではですね、左側からちょっと見ていきたいと思います。今日なんか非常に天気がいいので、富士山がしっかりと見えます。富士山ですね。そして、ちょっとこちらの方、右の方に向けていきますと、佐多峠、駿河湾ですね。はい。で、前方の方に見えるのが、天気がいいので、伊豆ですね。はい、伊豆半島が見えます。で、右側に来ると、
三保の松原、日本平という形になってます。でこのようにですね、かなりの広域で、景色をね楽しむことができるっていうのがこちらの梶原山公園の特徴になっていますね。はい。で私の後ろ側にもねまたビューがありますので、そちらをねちょっとご紹介したいと思います。はい。今ですね、後ろ側の方ですね。これ、さっきは、清水方面の、ビューなんですが、こちらはですね、静岡方面の、ビューポイントになります。静岡の、市街地っていうかね、全貌を見れるっていう形で、なんで、こちらの梶原山の特徴はですね、もう、清水も静岡も、とにかく、いっぺんにですね、見れるっていうか、だから200度ぐらいですかね、の、広域で、静岡の、その、景色を、まあ、景観を、見れるっていうのが、こちらのポイントになっています。はい。という形で、今日は、静岡市、葵区の梶原山公園からの、景色がね見えるツーリングポイントとしてのご案内でした。ここにいるとですね、一人でフラッと来るとでも、景色を見てるともう1時間2時間があっという間に過ぎてしまいますので、まあ、ソロツーリングのポイントとしても結構一押しのポイントなので、機会があればぜひ、来てみてください。アクセスは非常にしやすくて、案内なんかもね充実してますので、バイパスで来る場合は、瀬名インターを降りて左折って形になりますね。まあ、ナビなんかにも大概載ってると思います。それではですね、静岡市を代表するあのビューポイント、まあ、夜景のビューのポイントでも有名なんですけれども、梶原山公園からの、動画配信でした。ありがとうございました。